皆さんこんばんは、MK です。ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスパート24やっていきましょう。前回の続きからですね、豆キノコを取ってくれば1枚目が取れると予想しているんですが、違うかななんか違うような気もしてるんだよ。ただこの下がどうしても怪しい。いきます。ほいって、豆キノ、待って、違うのでは。待って、違うのでは。せっかく取ってきたけど、あ、違うね。あ、これ違うね。いや、くっそ。もう、豆キノコ取ってくるのすんごい大変だったんだけどな。まあ、しょうがない、しょうがない。よし、じゃあ1枚目気を取り直して探していきましょう。いやー、待って。なんかなかったよ、1枚目。結構探したけどな。ほい。あ、待って、やばいやばいやばい。頭が落ちたから大丈夫。カロンはね、頭がどっか行くともう復活できないんで、この下とかそういうオチじゃないよ。いや、無理だろ、それは。うわ、危ない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 。やばい。大丈夫大丈夫。ギリギリ大丈夫。で、落ち着け。このドッスンのどっかにあるとか、そういう。待って。違うか。この上にあるとか、そういうパターン。いや、無理だろ。いや、キノピーチでしか取れないようにはなってないと思うんだ、さすがに。で、ここの下でもないよね。あそこの上行くわけでもないと思うんだよ、さすがにな。ここはまた、あったね、あったね、あったね。ちょっと待って。取れんくね？どうやって取んの？キノピーチじゃないと無理じゃない？あ、一応壁キックで取れんのかな？ここじゃないよね。とりあえず1枚目はゲット。問題は2枚目だ。あの上とかはさすがにやりすぎだと思う。いや、無理だ、無理だ。キノピーチでも届かないようには絶対なってないんで、まあ、落ち着け落ち着け。これはアイスだからいらない。この上か？待って、この上じゃないか。あ、違うね。なんか隠しブロック系なのかな。いや、どうだろう。こういうとこに隠しブロックとかあったりするんだよ、たまに。こういうとこ。いや、違うよな。待て待て待て、落ち着け。カロンやって、これは違うな。こういうとこにさ、隠しブロックが、待って、おっとあったんじゃない？嘘。ないことある？あ、待って、ってことはだよ。ここなんじゃないか。あ、違うんだ。これ何？待って待って待って、これ怪しくない？これがあるのになんもないことある？ちょっと待って。こういうとこの上とか。待って、落ち着け。あった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 、ありましたありましたありました。そうだよね、なんもないことないと思ったんだよ。待って、おっ、やべ。あれ、積んだのでは？あれ、待って、やばい。今のこれキノピーチじゃないと無理なのでは？待って、でもさ、キノピーチじゃないとできないように設計することある？あ、待って待って待って、やばいやばいやばい。それはさすがにやりすぎだと思う。キノピーチじゃないといけないようには設計、そういうことだよね。だよね。だけど普通にやられる説。普通にここ危ない。オッケー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 。よーし。いや、大変かよ、マジ。待って。それはそれでやばいな。それはそれでやばいのでは？で、いや、でも結局こいつは、この間にしか来れないから。待って、きっつ、きっつ、あっぶ、今当たってたけどな。今、その、キノピコのお下げのとこ完全に当たってたけどね。よし、オッケー。戻るよ。これ戻るのも。待て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 。取った後戻れないじゃん、これじゃ。そこ難しいの？待って、キノコ使おうぜ。待って、キノコはないからムササビだけど、いい。で、ウェンディもどうせいるから、このムササビを維持、いや、維持はできねえわ。このムササビのままさっきのなんだ、ドッスンもどきみたいな間を通れる自信はないわ。あそこ絶対一回食らうじゃん、じゃあ。無理だよね。あそこ通れなくないか、絶対。いや、絶対じゃないよ。超頑張れば通れるけど、なんか、そこまでやる気力がないな。落ち着け。あまり時間をかけてられないんだ、私は。私にはあまり時間が残されてないんだ。やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー。オッケー。よしよしよし。しゃがめばいけるな。しゃがめばいけるやつだ。で、ここ。いや、もう無理じゃん、これは絶対。上とかいけんでしょ？もうこういう感じ、こういう感じ。おお、いけるか？いけるか？やべやべ。無理。いや、だってさ、もう今の、だってさっき綺麗に見てってもクリアできなかったもん。よして、ここを、さらにどっかで取ればいいんだな。これがクラウンと見た。違うね。クラウンが欲しいです。いや、アイスじゃないんだよな。クラウンが欲しい。やばいやばいやばい。あ、積んだのではですよね。絶対無理だったじゃん、今の。あ、やばい。オッケー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 。いや、もういいんだよ。3枚取ってるから、あとクリアするだけ。あとはクリアするだけで、いろいろ大丈夫。これはダッシュでいける。裏ゴールももうないはずだよ。ここのステージっていうか、ここの面の裏ゴールはもう取ってあるんで、あとはウェンディを無傷で倒せば、いけるんだけど、割とそれがむずい。ウェンディ戦がきつい。いや、いけるっしょ。一回倒したもん。はめればいける、はめれば。はめるよ。もうね、ウェンディの攻撃とか見てらんないから、はめます。いくぞ、いくぞ、いくぞ。氷きついんだよな。その窓がハートになっているデザインは素晴らしいんだけど、そんなことを言ってる余裕はないでござる。オッケー。待って、やばい。ちょっと待って、今の食らうか。今の食らうのやばいな。落ち着け。あのつららの攻撃とかやらせたら絶対負けだぞ。あ、やばい。積んだのでは。オッケー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 。いける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 ぞ。これでいけなかったらもう無理だ。あのつららとかにがもう落ちてきた瞬間絶対クリアできない。これ落ち着け。大丈夫だ、キノピコ。やればできる、やればできる。オッケー。あっぶねー。危ない危ない本当に危ないから、こういうの心臓に悪いわ。皆さんが思ってる以上に私 2D マリオ上手くないからね。よーして、白のステージクリアしたんで、あとは隠しステージか。ちょっと待って、その横のペンタロちゃん当たらないように行きたいんだが、あ、もうまあしょうがないしょうがないしょうがない。倒します。倒せるか。何体 ?3 体倒せんくねえか。ほいほい。オッケー、1体倒した。いけるぞいけるぞ。ほい。やばいやばい。あ、もういや、何よ。やばいやばいやばいそこ詰むとこじゃないから。そのペンタロちゃん詰むとこじゃないよ。当たんないようにいけないんだよ。もう、オッケー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 で、下に行って、隠しゴールがこっちだったと思うんで、ありました。ここ行きましょう。はい、セイドンのいる湖。セイドン？セイドンって何？サイドンなら知ってるけど、あの、サイホンの進化じゃなくて、やばいって、それは。何いきなり。やめて。待って。そんなことある？そんな初見殺しなことある？このステージ。何あのセイドン。あいつ腹立つわ。サイドンより強いもん絶対。サイドンに進化の奇跡持たしてと、サイドンより特防が高くなんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、ポケモンネタわかんないからいいか。こう言って落ち着け。いいよ。そのセイドンさんとやらは、セイドンさんとやら踏めるの？セイドンさん踏める。ちょっと待って。オッケー。セイドンさん一応踏めることが分かりました。フーフーパックンがいる。待って、それ何？オッケー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 で、落ち着きなさい。よし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 。で、スターコインもどっかにあるはず。スターコイン拾ってこ。これなんか沈ませればあるみたいなパターンではなくて、あ、なんかありそうだな。沈ませればあるパターンあるぞ。セイドンやめて。セイドンだけ受け付けないからまた。いたぞ、やつがいたぞ。セイドンめ、この野郎。倒してやるよ。こっち来いよ。早くしないとノコノコ出てきちゃうから。オッケー。で、この辺にもスターコインは、あれ？スターコインはこの下にあるパターンだと思ったんだけど、ないね。あれ？ないぞ。あ、待って、今ので上に上がるのでは。これで、ポン、あ、違うね。あら、違った。やめて、やめて。またセイドンさん。セイドンさんが初見殺ししてくる。オッケーオッケーオッケー。で、これを投げて、やばいやばい。セイドンさんが避けた。セイドンさん、オッケー。いや、キノコ返して、ほんとよくない、そういうのも。こういうとこの上じゃないの？違うね。フーフーパックン気をつけ。待って、スターコインそんなないことある？スターコインがそんなないことないと思うんだけど、やばくないか。はい、からの、おっと、クラウンがありゃもう無敵よ。オッケー。で、こういう上じゃない。あった、1枚。これ1枚目、ありがとう。2枚目取るよ。こういう下に、待って、セイドンさんが本当に無理。生理的に受け付け。うおっ、踏めるんだ、それ一応踏める。これはサンアップムーンだよね。なんかそんな気はしたけど、私にはもうどうすることもできなかった。上は上パターンじゃないの、ここ。違うな。セイドンさん、あそこでしょ。待って、セイドンさんにやられていては、セイドン、オッケー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 。これ2枚目でしょ。これが2枚目でしょう。わ。セイドン、待って、そういうことね。そういうことね。セイドンさん、セイドンさん、オッケー。はい、いいよ。もう、あいつ一生忘れんわ。なんかこういう特殊な敵いるよね、隠しステージって。そういうね、いきなりの初見殺しはやめていただきたいんだわ。やめて。あと1枚なんだ。もう、セイドン、この下だわ。138% この下。あるよね。あれないんだ。サンプムーンか。上か？さっきからスターコイン上にあるのが好きですが、なんかこういう下にあるパターンが1個ぐらいあってもいいと思うんだけど、せいで、今踏んだからね。悪いけど。悪いけど踏んだぞ、今。この上だわ。絶対この上。この上にジャンプで行くパターン。オッケー。ありました。3枚ゲットしたからもうどうでもいいぞ。もういいぞ。もうセイドンとか構ってらんないから。セイドンやめて。落ち着け。やめて。オッケー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 。危ない。本当にやめて。ああいう初見殺しの敵はね、受け付けてないんだわ。あいつ初めて見たな。こういうやついたっけ他に。マリオシリーズにこいつ他にいましたっけ？ちょっと記憶にはないですけど。はい、隠しゴールをゴールしたらとんでもねえ線路に繋がったんだが、なんだ？おー、カラカラしてる。あれに乗ればいいの？はい、フローズン大地のスターコインが全て集まりました。何かいいことがあるかも。これで、1個、ミント諸島か。ミント諸島をじゃあ全部クリアしていきますか。よーし、だんだん上がってきた。スターコインのコツは上がってきたよ。なんか初見ステージでも3枚取れるようにはなってきましたね。ここ、はい、どんぐり取って逃げろ。今俺の方早くなかった？これってペンタロウの方早いの？待って、それは無理だわ。はい。で、他のやつに、やばいって無理だって。他のやつに倒してもらうんだな、これ。コツとしては。やばい、今。もうこの下入ったら無理じゃん。この下入ったらもう不可能では。この下入ったら出れないっしょ。オッケーオッケーオッケー。やばい、おーっと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 。いいね、いいね、いいね。で、オッケーいいよ。ゆっくり倒せば絶対勝てる。オッケー。で、あいつ倒してもらう。ラスト。ここで負けたらかっこ悪いよ。早くよ。時間ないから早くよ。オッケー。はい、うまい。もう、このペンタロウだっけ、こいつ。めちゃくちゃ大変なんだけど。でもまあ、クラウンゲットはありがたいな。このクラウンが次のスターコイン入手に必要だから。どんぐりありがとう。待って、どんぐりが中途半端な場所にあるんだが。どんぐり、俺のどんぐり、オッケー。でだ。ミント諸島に戻りましょうか。いやー、待って、またこれ当たりたくないよ、私。早く戻って、オッケー。こいつ連れてく？こいつ連れてこうか。連れてった方がなんか役立つかもしれんしね。よーし、戻りましょう。ミント諸島なんで、この下ですね。ほい、トントンタン。で、いいんだよね。まず、スターコイン、一発目から取っていない。噴水ビーチの3枚目、やっていきましょう。3枚目か。まあ。待って、やめて。待って。でもこのヨッシーがあればさ、泳ぎやすくなるんだけど、そんなの意味ないな。落ち着け。これさ、岩でも、岩は無理なんかい。岩は無理だね。おい、うまいよ。で、危ないよ、岩は無理だよ。岩は無理だってよ。キノコありがとう。3枚目だから、まだまだいいな。とりあえず中間ポイントまで突っ走っちゃいましょう。これが1枚目。クラウンありがとう。いや、クラウンじゃないんかい。ヨッシー持ったまま行きたい。ヨッシー、これヨッシー違うね。チビヨッシー、これが2枚目だ。こっからだな。3枚目。ただね、中間ポイント行ってからだと思うんだよ、パターン的に。中間ポイントの前で3枚揃うっていうことはないと思うんだけど、ちょっと待ってくれ。2、3、4、5、6、7、8、うまいよ。で、クラウンありがとう。問題はこっからだ。この中間ポイント5だと思う、やるんだったら。こういうとこ。いや、違うな。待って、ヨッシーもう取れんくなっちゃったわ、そこ。やばい。大丈夫？オッケー。どうしようかな。こういうとこか。待って。あのカニやめて。カニ良くないよ。よくない。 OK でここ倒して、いや違うんかい。あ、あれだわ。え、あれだよね。 100% あれでは。あれ、こんなん取り逃した、こんなあからさまなやつ。え、あれ違うんだ。待って、違うね。そうだ、これやったな、このくだり。これじゃんつって違ったんだよな。あれでも本当に違うか。こいつがなんか実は倒せて、この裏にあるとかそういう、違うよな。さすがに。いや、違うな、違うな、違うな。さすがに違うな。ってことは、まだまだ奥か。3枚目が手に入んないのやだな。こういうとこ戻るとかそういう感じ。いや、違うな。まず、あ、この上違うね。カニさん、エビさん、ヤドカリさん、ちょっと誰だか分かりませんが倒しておく。あー、これか。これ使うのか。これを使うのか。これをどっかで使えば落ちてくるのか。いや、ここでしょ、どう考えても。パワーブロックが。待って、やったわ。あ、やっぱりそうだな。この上に何かあるぞ。あ、パワーブロック復活してる。これを、待って、ここじゃないと見た。この奥じゃないか。ちょっと持ってってみよう。この、やべえやべえやべえ、だった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 だで、この辺じゃないか。違うか、もうゴールか、これ。あ、もうゴールだね。待って、どっかでこれ落とすんだよ、絶対。この辺。いや、違うな。ってことはさっきの場所だ。待って、パワーブロックって復活してる？復活してなさそう。うーわ。待って。パワーブロックなしでもゴリ押しでピノピーチあれば入手できたりしない？これ。あ、ゴリ押しでいけない？これ。ゴリ押しで。OK、取った。よし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 。多分違うな。パワーブロックであそこを落として、ちゃんと皆さんは手に入れてくださいね。今のは完全にズル技。でも取れるんだな。やっぱりマップには見えないけど配置はされてるんだな。ああいう場所は。それはちょっと初めて知った。パワーブロックがないと取れない位置にあるのかと思いきや、一応、どんぐりとかキノピーチでもショートカットはできると。はい、次行きましょう。うわ、ここも取ってね。待って、どれぐらい取ってねえのここ。メニューでスターコイン。あ、でもここだけだ。あ、これで全部だ。ここの2枚目で全部。頑張っていきましょう。南の島の海中か。キノピーチ全然関係ないじゃん、海中。2枚目か。しかも待って、これさ、なんか分かってて逃したんじゃなかったか俺。記憶ない？誰か記憶ない？私の記憶が私以上にある人いる？私の実況を見てる方で覚えてる人いるかな？ここ確かさ、俺分かって逃さなかったか。ああ、今のあったのになみたいなノリで逃したのが1枚か2枚あったのは記憶あんだよ。ここだったかどうかはちょっと定かじゃないけどね。なんかスターでここを押せば、スターコインが下から出てくる。そうだよね。覚えてるぞ、このステージ。1枚目あったな。なんかスターで行くんじゃなかったか？なんか連続スターがどうこうみたいなの、このステージじゃなかったっけ？このステージだ。待ってくれよ。このステージだけど、それはここのことじゃないんだっけか？とりあえず2枚目だからこの辺だろ。これを押せば、そっからいっぱい出てくるけど、スターコインではない。あれ？違うか。あれ違うか。違うな。中間ポイントを取ってしまいましたが、待って待って待って、この下行くとかそんな感じありえる？うーい。待って、下行くのはありえないと思う。うわ、でもこんなにないのもありえないな。スターコインだ。やっぱりここで連続スターで、いや、そのパターンあったよ。そうそうそう。連続スターで行くパターンはあるんだよ。これを持ってって、はいはいはい、連続スターを狙っていく。これはここにあるとかそういうパターンではない。やばいぞ。やばいぞ、間に合わないぞ。はい、これ行って、なんかさ、連続なんだよ、本当は多分。そうだよね、そうだよね。で、このスターを、あ、やばいやばい、取って、あそこに入る。で、これが3枚目だったか2枚目だったか覚えてないんだよ。3枚目か。はい。は取ってるね。3枚目だ。連続スターの下りは3枚目だったってことは2枚目をどっかに逃したな。え？なかったって。ない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 。やべ、うっと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 、いいよいいよいいよ。で、やっぱさ、さっきの下に落ちるんじゃないか。違うか。違うかな。ここ、とっとっとっと、ここ入るとか。逆に。あ、違うね。待って待って、じゃあさっき、あ、この下じゃないじゃん。ここ、ここ、やばい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 。おっとっと、あったぞ。合ってるっぽい、合ってるっぽい。これの最後にスターコインが落ちてくるんだろ？これの最後にスターコインが落ちてくる。あった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 。オッケー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 。いいぞいいぞ。あとはゴールするだけ。キノピコってこれ泳ぎが得意なんだよね、多分ね。マリオたちより泳ぐのが早いよね、これ。落ち着け。ここで落ちたら笑えないぞ。ここでやられるのは面白くないよ。やばいやばいやばい。いるっているっているって。オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。やばいやばい。ゲッソーにはまる前に進んでしまいましょう。3枚ゲットしたからもう用はないの。トゲプクもムシ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 。いいよいいよいいよ。いいよ。ここのゲッソー絶対はまる。この、いやもう俺さ、ゲッソー避けれないんだよね。ゲッソーどうやって避けんのこれ。俺スーパーマリオブラザーズ初代の時からゲッソー避けれないんだけど。いや、どう動くか分かってんだよ。斜め上のこっちの方向に動いてくるから、下にいればなんかこう下の方まで行くのは分かってんだよ。その流れは分かってんだけど、分かってても避けれんくない？動き分かってても、もう俺初代からずっと避けれないよ。よーし、オッケー。これでスターコインが全部揃いました。いいね。ミント諸島は割と取ってた。よーし、やっと半分か。やっと半分だな。よーし、次行きましょう。これワープできる？ミント諸島、フローズン第一、ソーダジャングルか、次は。ソーダジャングルは裏ゴールがいっぱいあった印象だけど、裏ステージまでクリアしてるんだっけか。それは忘れちゃったな。スターコイン、行ってないな。やばいぞ。裏ゴールを探すとこからか。まずここ3枚目取ってないかつ、取ってんやらないといけないらしいんで、まずはトッテン捕まえますか。よーし、トッテンを捕まえろ。おひさしおひさしトッテン行きましょう。よいしょ。待て、今初見殺しにやられるとこだったぞ。はいからの、待って、落ち着け。はいから、やべやべ、待って、もう何よくないぞ、そういうの昔から。おし、オッケー。トッテントッテン、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、上行ったの。ちょっと待って。何してんのあいつ。あれあいつ何してんの。おう、こっち待ち伏せ。もう、なによくないぞ、そういうの。オッケー。なんかあいつ今一回倒れたね。ああいうのありえるんだ。はい、これはお礼です。これは P か。ありがとう。もういざという時はこれで行かせていただきます。これじゃないと取れないスターコインも私の中ではあるんで、普通はないんだけどね。じゃあ普通に1回1の1じゃねえや。ソーダジャングルの1いきますか。巨大のジャングル3枚目。3枚目か。3枚目取ってないパターン結構あるね。ここでまずキノコを入手して、もう焦る必要はないよ。取ってんとかいうわけわからんのはいないから、もう焦る必要はないんだけど、この下なんかあるだろう。クラウンが欲しいです。先生、私クラウンがファイヤーか。これファイヤーだけで倒せば、なるほど。一応やられはするんだな。パックンも倒したいところだが全然ダメ。これは？これ、持てないんだよね。そうそうそう。持てないんだ。それは気をつけよう。ファイヤーがあるけど関係ない。で、落ち着け落ち着け落ち着け。これが1枚目な。これが1枚目。下には、おー、クラウンありがとう。これが欲しかった。これがあればもう無敵よ。何にも怖くない。そこが2枚目。そういうことか。そういうことか。そういうことか。これを蹴って、これが2枚目っぽいよね。ぽいけど、違うか。違うか。違うな。あれ？違うんだ。違うことあり得る。でも違うな。絶対2枚目だと思ったんだけどな。2枚目どこだ？とりあえず中間まで来たから、普通に今2枚目を見逃した可能性があるんで、それなりにちゃんとやりましょう。ちゃんと探していきますよ。こういうところは入れない。こういうね、普通に入れる土管を見逃してるっていうケースあるからな。こういう、おーっとこれ見逃してるのでは？あ、見逃してないねー。うわ。前の俺ちゃんとやっている。今横に土管が見えたのが気になったぞ。これ入れるのでは？これ入れるのでは？あ、入れないね。はい、3枚目頑張るぞ。どこにある？この下か？関係なさそうだ。待って、こんなに何もないことあるか？なんかあったんじゃないか、今。大丈夫か？こういう上とか。待て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 。大丈夫か、これ。わかった。わかった。これ上行くやつだ。これで、上行けば、そうだな、そうだな。これでスターコインがゴールギリギリにあって、ブロック壊したらもういけないっていう仕様だったんだ。やった、思い出した、思い出した。よーしよしよし。これで3枚。問題は裏ゴールだよね。裏ゴール取ってないのきついな。どこにあるかもわかんないもん。しかもここ結構裏ゴールあるよね。ここ裏ゴールだらけのワールドじゃなかったか？いや、こういう場所ではないな。待て待て、どこ取ってないんだ、その前に。普通にスターコインが、ここ全部取ってる。OK、ここ全部取ってる。OK、白全部取ってる。行きましょう。どこだろう？ここだよな。待って、俺ここだと思う。ここだろう。ここの右絶対道あるだろう。ただちょっと時間がないな。次回にするか。じゃあちょっとね、3分ぐらいしかないんで、じゃあ次回この出口はどこ暗闇屋敷からやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。